右と左の間違い探し。右側がメス、左側がオスです。オスにはあるけれどもメスにはないものがわかりますか？これはメスです。これはオスです。いかがでしょうか？多分真っ先に気がつかれるのがここじゃないでしょうか。これは交尾に関係するものです。ちなみにザリガニは泳ぐときにお腹にある細かい足を使って泳ぐのですが、その細かい足が進化してこうなったもようです。続いてメスのお腹側を見てみます。メスには今の器官がありません。今の器官がない代わりにメスには卵を産む機能と、それから産んだ卵を育てる機能が備わっています。それは難しいですよ。この画面の中からわかりますかね？2つあります。そのうちの1つがここです。なんかここはモヤモヤしてる、ツヤツヤしてると思った方、それが正解なんです。ザリガニはここに卵をつけ、また生まれたばかりの赤ちゃんをベビーシッターさんとしてここに貼り付けて長い間保護します。ある程度動けるようになった赤ちゃん、お母さんの周りで遊びながら何かピンチになるとパッとここに戻るの、すごく可愛いですよ。そのためにここの足はとても長くなっています。こちらはオスです。オスは短いので体の中がくっきり透けて見えます。メスの体の特徴で一番難しいのがこれです。今はっきりくっきり見えています。わかりますかね？それは小さいです。オスのように出っ張ってはいません。2つあります。一対って言った方がいいかな。卵に関係してます。こっちを見てるみたいです。気がつきましたかね？それがここなんです。さっきの動画だととってもはっきり映ってたと思います。小さな足の前から2番目の根元にこれがあります。分かっていただけたでしょうか？では最後に確認テストです。これはどっちだったでしょうか？何か大きな特徴があります。じゃあこれは、これは、こっちは、こっちがオスでしたね。両方が同時にいるといいですよね。いかがだったでしょうか？ザリガニを使った子育ての究極のアドバイス、近いうちに公表します。お楽しみに。